特急電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は6時39分発通勤特急神戸新幹線です。停車駅は重曹、川口、西宮、北口、宿川、岡本、神戸、三宮、花熊、高速神戸です。伊丹方面は川口で宝塚、沼津方面は西宮北口で、紅葉園方面は宿川でお乗り換えください。神戸三宮には7時8分、新開地には7時16分に到着します。場所は一緒にお待ちください。車内ではマナーを守り、快適な車内環境づくりにご協力をお願いします。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は通勤特急神戸新幹線です。次は重曹です。重曹の次は宇佐口に停まります。重曹です。
次は塚口に停まります。出口は左側です。Thank you.
塚口です。北部方面はお乗り換えください。次は西宮北口に停まります。出口は左側です。阪急西宮ガーデンズ前です。宝塚今津方面はお乗り換えください。宝塚方面は6号線、7号線今津方面は5号線にお越しください。次は足利に停まります。芦屋川北下六本方面各駅へは右側2号線の電車にお乗り換えください。降りお乗り換えの際、車内にお忘れ物がないようご注意ください。左右両側の扉が開きます。ご乗車ありがとうございました。西宮北口阪急西宮ガーデンズ前です。
行方向左側の扉が閉まります。ご乗車ありがとうございます。通勤特急新海地行きです。次は宿川です。紅葉園方面は乗り換えください。宿川の次は岡本に停まります。お客様にお願いします。持ち主不明の荷物や危険物がありましたら触らずに乗務員または駅係員までお知らせください。宿川です。紅葉園方面はお乗り換えください。次は岡本に停まります。芦屋川へは降りたホームでしばらくお待ちください。出口は左側です。宿川です。扉付近は立ち止まらず、車内中の方へとお進みください。
岡本です。次は神戸三宮に停まります。御影六甲方面各駅は乗り換えください。出口は左側です。岡本です。続いてお降りください。扉が閉まります。ご注意ください。次は神戸三宮です。ボートライナー地下鉄線北進急行方面 JR 線は乗り換えください。神戸三宮から新海市まで各駅に停まります。
本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございました。神戸三宮、神戸三宮です。ポートライナー地下鉄線北進急行方面 JR 線はお乗り換えください。この駅から新開地まで各駅に停まります。出口は右側です。車内にお忘れ物のないようご注意ください。